はい、今回はセイントセイヤネクストディメンションですね。テーマはアスクレピオスです。かつてはオピクスのゴールドセイントだった人物ですね。ストーリーの重要人物であるのは間違いないのですが、果たして本作のラスボスとまで行くのでしょうか。まずはこちらから行きましょう。オピクスのアスクレピオスということで、神話の時代の人物で、かつてはダフ宮を守護するオピクスのゴールドセイントでした。ダフ宮はね、天活宮と神馬宮の間にあったみたいですね。ゴールドセイントの中でも最も人知優に優れていると同時に、人々の傷を癒し、病を救っていたことから神と崇められていました。しかし自身が本当の神になろうとしたことで、神々の怒りに触れてしまい、アテナによってタルタロスの獄に落とされてしまったんですよね。タルタロスの獄っていうのはいわゆる死海なんですが、ハーデスですらね、あの死を司るハーデスですら忌み嫌う場所だったようです。しかしオデッセウスの肉体を乗っ取ることで現世に復活しようとしていました。アスクレピオスが復活可能となったのは、サオリがセイヤを救うために過去へのワープを敢行したことで、宇宙の秩序が乱れて時空のあちこちに歪みが起き始め、その影響でタルタロスの獄が解放されてしまったことにあるようです。彼が病や痛みに苦しむ人間たちを救っていたのはどうやらね、事実のようなんですが、一人称が世であったりとか、自身が神となって地上を支配すると堂々と宣言していたことから、傲慢な面があったのも事実かもしれません。人知優に優れていたと言われてたぐらいなので、最初は本心から人を救おうとしていたんですが、次第にやっぱりその自分は神として崇められるべきと考え始めてしまったケースなのか、ちょっとこれは今後明らかになるかもしれないですね。アスクレピオスは自分をタルタロスの獄に封印したアテナを激しく恨んでおり、復讐を目論んでいるんですが、短期でアテナに復讐しようとするあたり、やっぱ実際に神に迫るような力持っていたんでしょうかね。で、彼も本来はアテナのセイントであることからですね、改心して聖夜を救うヒントなどをくれる可能性は、まあ、ゼロではないかもしれないですね。現在のアスクレピオスは蛇を思わせる身の毛もよだつような恐ろしい表情をしているんですが、本来の姿というか、まあ、多分イケメンっぽい感じなのかなと思うんだけど、その姿に戻る展開が意外にあるのかも知れませんね。ちなみにアスクレピオスにはね、サマエルっていう毒蛇が使えていて、サマエル自体はなんか小型のものと巨大なものとかいるんですけれども、アスクレピオスがいなくなった後もダフ宮とオピクスのクロスを守り続けていたんですが、オデッセウスがオピクスのゴールドセイントとして復活した際には役目を終えてね、消滅していましたね。サマエルの毒ってかなり強力でなみたいで、オデッセウスがなんか解毒できる唯一の存在らしいんですけれども、でアテナもこの毒に侵されていたんですが、なんかそのダフ宮にいる巨大なサマエルがね、体内に取り込んで、なんか一命を取り留めていたんですよね。この辺ちょっとなんかね、まあわからないところはあるんですけれども。次にこちらです。シャイナとの関係はということで、セイヤの時代ではオピクスのセイントはシャイナでシルバーセイントになっているんですが、ちなみにね、シャイナは蛇使い星座っていう風に表記されているんだけど、これはおそらくその他のゴールドセイントと表記を揃えるために、そのオデッセウスに関しては漢字3文字の蛇使い座になったのかなと思われますね。他のゴールドセイントが獅子座とかお羊座って漢字3文字で表記されることが多いですからね。で、アスクレピオス復活に呼応するように、あたかも意識を奪われているような変調が見られていたことから、そのオピクスのゴールドセイントとそのシルバーセイントっていうのは何らかの関係があると思われます。で、シャイナに変調が見られたのはこれも何とも言えないんですが、彼女もまたアスクレピオスの器となりうる存在で、本来なら
ならばオピクスのゴールドセイントを継ぐ資格があったのかもしれません。ちなみにオデッセウスも生前はなんかシルバーセイントだったみたいですね。アスクレピオスの一件でオピクスのゴールドセイントが危険視されてしまい、ダフ級を封印するとともにクロスにもね封印を施してシルバークロスにされてしまったのかなっていうのはちょっと思ってはいるんですが、ロストキャンバスの設定ではあるんですが、一応ねシルバーセイントの中にアルターのセイントっていうのがいるんですが、そのアルターのセイントはゴールドセイントも例外なくコスモを剥奪することができたりしてたんですよね。まあ、この設定がねそのネクストディメンションでも似たような設定が採用されるのであれば、まあそういうこともあり得るし、あとまあシオンとかもねいろいろ頑張ったのかもしれないですね。ちなみにこちらもねロストキャンバスの設定なんですが、シオンも一応クロスの修復とかできるんですよ。で、聖夜を救う方法は時を遡ってハーデスの剣を消滅させることだったんですが、シャイナが一時的でもねそのオピクスのゴールドセイントに覚醒することができれば、その驚異的な治癒能力が聖夜を救うね一助になるかもしれないですね。さすがにその神であるハーデスの呪いを解くにはアテナの力などプラスアルファが必要になってくるのかなと思うんですけれども、でオデッセウスや改心したアスクレピオスであればシャイナ自身を覚醒させたりとか、シャイナの体に宿ることができるかもしれないんですが、このあたりどうですかね。まあ、単にこれはね自分がねあのゴールドセイントになったシャイナを見たいっていうそういう思いから勝手に妄想している話なんですけれどね。で今ねあの週刊少年チャンピオンでネクストディメンションが連載再開中ですね、していてアスクレピオスについてなどストーリーの核心に迫ろうとしているので、まあ気になる方はぜひ読んでいただきたいかなと思います。ということで今回このあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。